ていきます。まあおそらく Y も中盤に差し掛かってきまして、皆さん素材が溜まり始めていて、じゃあ実際誰作ればいいのっていう話だと思うんですね。で結構まあいい SBC もたくさん出てますし、今画面に見せてるのは本当に高額な SBC だけで、まあ安い SBC だとガビとかもいますし、まあ今日はねその中でも高いと呼ばれる SBC の選手たちを改めて今日1月24日現在で、まあ私自身が使ってて全員これらの選手は使っているので、まあおすすめなのか、まあちょっと条件付きなのか、まあはたまたうんどうかな、今作るのはどうかなっていう評価をしていきたいなと思っております。で先にお伝えしたいのは中盤の選手、特にここの画面の中央にいる選手たちですねを作る場合は、カンテの Y のフラッシュバックがおそらく前半室のタイミングで出てきます。でもちろんここまで強いとは絶対ないとは思うんですけど、ブルーノ・フェルナンデスの能力だったり、まあ、デイビスの能力を見ているとかなり強い SBC で来ると思うので、まあ、それもねあの中盤の選手を作る場合には少し待ってもいいのかなとは思ってます。という感じでね今日の選手たちを評価していきたいなと思っております。3段階にしてます。おすすめ、そして条件付きのおすすめ、まああとはうんって感じですね。でまず1人目、真ん中中央にいるフリットですね。まあちょっと画面の都合上1人だけ飛び出てる形になってしまいましたが、まあフリットね、あの悪いカードではないです、決して悪いカードではないんですけど、今現在他のオプションを見た時に280万という作成コスト、あのこの中の全員で一番高い選手になるんですけど、これを出す価値はね正直ないのかなと思っております。おそらく280万の SBC 作るのであれば、まあ多分最低でも100万ぐらい素材作らなきゃ、素材買わなきゃいけない人が多いと思うんですよ。でそうなった時にまあブルーノであったり、まあ、サワーとかの選手を作れたり、まあ、100万ぐらいでかなりいい中盤選手買えるので、まあ、そう考えてしまうとやっぱりそのフリットの今の値段っていうのはちょっとこのクオリティに対しては高すぎるのかなっていうふうに思ってます。ということでフリット君は一旦いなくなってもらいます。で、続いての選手と評価はまずジーコですね。画面こちらにいますジーコ、140万コインになります現在価格。決してねジーコ悪いカードではないです。逆足5スキル5を持っているんですが、どうしても今年のジーコを見ていると縮こまっちゃう感じがあるんですよ。本当に何をさせても80点っていう感じで、スキル5逆足5を完璧に使えるのであれば僕はジーコはまあ悪くはないとは思うんですけど、まあ、相手にいてそんなに嫌な選手かって言われると嫌ではないので、ちょっと今回はね C 評価ということにさせていただきました。で続いてジダンもね悪いカードではないです。ただ160万というコストに関して、まあ、少し今のね他のオプションを見た時に高いなと思っています。結局ボランチで使うのかトップ下で使うのかストライカーで使うのか、この能力だと少し中途半端なんですね。で、ボックスボックスのボランチとして使う分にはすごくいいカードではあるんですけど、165万、今のちょっと旬が過ぎたジーコに出すのはまあ少しもったいないかな。特にまあ隣にサワであったりブルーノフェルナンデス、そしてまあ中盤選手にカンテが来るっていう中に、まあ、この次男をわざわざ作るっていうのは、うん、ちょっと微妙かなと僕自身思ってます。で続いての C 評価アルフォンソですね。まあ近頃レビューしたんで動画を見ていただいた方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、このカードはもうシンプルに高いですね。左サイドバックとして悪くはないんですけど、90万出すなら他の選手作った方がいいですと僕は思ってますので、まあ、ちょっとねアルフォンソはねかなり高いのでおすすめできないかなっていう形になります。でここまでが C 評価になってきてます。その後行っていきます。 B 評価1人目、マルディーニですね。マルディーニ最近強くなりました。あの相手にいて本当に評価した時、マルディーニをレビューした時はぶっちゃけ微妙だなって思ったんですよ。ただ今週 CF をやっていてマルディーニ本当に強くなったなって思ってて、
なんかそれがびっくりなんですけど、相手にいて今嫌です。だから今回 C 評価ではなくて B 評価まで上げました。ただそれでも140万というコインは結構高いので、まあ、センターバック、特にファンダイクが最強な時代にファンダイクプラス1人ってなった場合に、まあ、やっぱりその1人を埋めてしまうっていう点を考えると、無理に140万出すのであれば誰か他の選手でつないどいて、もっと強い選手が来たら、まあ、この金額をセンターバックにかけてもいいのではないかなと思い B 評価にさせていただきました。続いてアンリ、アンリのカード、このカードはね強いです、強い。ただ万人受けはしない。最近アンリをサブアカで、まあ、運よく当てることができまして、何でもないパックから出てきたんですけど、やっぱりねこのカードのプレイスタイルプラス、迅速になるんですけど、迅速を持ってサイドを突っ走らせたら本当に速いんですよ。本当に速くて、それこそケミストリー要因でアイコンを探していて、ただあんまり高い選手作れないよっていう方であれば、とりあえずこのアンリをサイドに置いといたら間違いないですね、失敗することはない。なのでまあアンリ今回 B 評価ですね。まあ A にしなかった理由としては、まあ正直変わりはいるかなっていうタイプの選手でもあるので、まあわざわざアンリにしなくてもいいと思うんだけど、アイコンであればアンリという選択肢はありだなと思いました。で続いてジョージベストです。ジョージベスト、正直個人的な評価としては C です。相手にいても嫌だなって思わないし、高いなと思うんですけど、まあ割と皆さん強いって言ってる方も多いので、ちょっと C にしちゃうのは、まあ、能力的にはね悪くはないカードなんで少しもったいないかなと思って B にしました。ただ僕個人の評価としては C ですし、このカードを作る場合は絶対に試してから使った方がいいです。そういう評価になっております。でまあ続いてね、どんどんいっていきましょう。モーガンです。モーガンね、なぜ B にしたかっていうと、この選手はもう本当にスミスのケミストリー要因です。スミスのケミストリー要因で、スミスを持っていればもう S、スミストレフカで持ってたら絶対作っといた方がいい。ただスミスを持っていない場合は正直 C 評価なのかなって思ってるので、まあその中間として B 評価にしました。ただね、今高精度プラス結構ぶっ壊れてるんですよ。でこの選手の高精度プラス本当に異次元で、それこそレビューした後にも、僕自身スミスのケミ要因でモーガンを使っているんですけど、高精度3発でハットトリック決めて 3-0 で勝った試合とかもあって、本当に使い方さえ分かればしっかり活躍できる選手ですね。でもう少なくなってきましたね。じゃあどうしていこうかっていうと、じゃあアシュリーコールやっていきます。まあサイドバック1人目ですね、左サイドバックデイビス90万ですが、アシュリーコール60万、65万ぐらいですかね。このカードは守備の安定感がとにかくすごい、とにかく素晴らしい。で決して何でしょう、飛び抜けた何かがあるわけではないんですけど、まあキャシャウィとテオエルなんですが、頭2つぐらい抜けると思うんですよ、バイの2人が。ただその次にじゃあ誰サイドバックとして選ぶってなった場合に、このアシュリー・コールは1人いて間違いないカードの選手なのかなと思いました。なのでおすすめです。まあただサイドバックに無理にお金かける必要性もないので、正直素材が余っているであったり、どうしてもサイドバックにアイコンを置かなきゃいけないってなった時におすすめです。で続いてカフーですね、まあ、カフーはね今回 A 評価にしてますけど、ぶっちゃけ S、 うん、本当にねカフーは素晴らしい。容赦なしを持っていて、ドリブルもできて守備もできて、もう圧巻ですね。このカードは本当に S 評価。今日12枚13枚評価している中で、僕が一番おすすめするカードって誰かって言ったらカフーかな。それぐらい守備に安定感もありますし、右サイドバックで彼の上に出るものは Y の2人しかいないと思います。とまあサンダーカフー、それぐらいもう本当に素晴らしいカードなんで、もうぜひおすすめしたい。で続いてはブルーノ・フェルナンデスね。このカードもね、最初作った時どうかなと思ったんですよ。で、まあ悪くないなっていう評価をしたんですけど、やっぱり使えば使える、使うほど味が出てくるカード。で、慣れてくれば慣れてくるほど、やっぱりプレイスタイルの多さであったり、彼の使い方が分かれば、本当にトップ下とか攻撃的なセントラルミッドフィルダーとして、すごく活躍してくれます。
なのでまあ90万という価格も含めてね、決してあの異次元高いわけではないので、90万ぐらいであれば、まあ、これだけ家近頃素材をくれたりしているので作れる値段だと思うんですよ。それも踏まえて A 評価にさせていただきました。でもう残り2人ですね。まあ今日もうほやほやですけど、サワホマレ、まあこのカード素晴らしいです。もうレビュー見てください。もうこれ以上喋ることはないと思います。でも本当にあのこのカードに関してはボックスボックスミッドフィルダーであのすごく良くて、容赦なしで持っていて、プレスプルーブシールドプラスも持っていて本当に使いやすかったです。でまあそれこそジダンとか一見165万でジダンって思うと悪くはないんですけど、このジダンが C 評価になってる理由としてはサワのせいですね。ボックスとボックスに相手がどっちのカードいて僕嫌だなって思うとしたら間違いなくサワなんで、もう日本人引き目抜きにもうこのサワの SBC は今作のトップクラスの SBC だと思います。まああとはちょっとねブルーノと少し好みが変わるので、まあここをどっち選ぶかっていうのは好みだと思います。ただ僕的にはセントラルミッドフィルダーでどっちを置きますかって言われたらサワかな。それだけサワのカードはいいですね。でもう最後エウゼビオ、うん、このカードもすごい。やっぱりね、何がいいかっていうと、多分ね、ポジショニングがね、この選手はえぐい。もちろん今、まあ、サムカーであったりスミスみたいな強いストライカーが出てきて、あの非常に強いなって思うんですけど、何が違うかなって思った時にポジショニングなんですよね。エウゼビオに点を取られた時に見てるポジショニングを見てると、本当にね、最終ラインギリギリのところに常に立ち上がって、でまあ少し逆足をあって止められないスピードを持ってるんで切り返してボンボンでもうゴールですよ。本当に強いですね。でまあドリブルの硬さとか、まあ、瞬速であったりスピード感っていうのはもちろん今スミスだったりサムカーの方があるかなとは思うんですが、このエウゼビオは本当にねポジショニングのお化けなので、まあ、悩むならね全然作ってもいい SBC なのかなと思います。という感じで今日フリット含めて13枚評価してまいりました。皆さんいかがでしたでしょうか。まあこういう動画ね、よかったらぜひね高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。またぜひ見たいということがあればぜひあのいいねを押していただけると分かりやすいので嬉しいです。もし質問コメントあればいつでもお待ちしております。ではまた。